金メダルを獲得したロンドン市警察代表チーム1908年1908年ロンドンオリンピックの綱引き競技はホワイトシティスタジアムを会場として1908年7月17日と7月18日に実施されたロンドンオリンピックの綱引き競技には参加国から40人が出場した当初出場を予定していたドイツ代表チームと ギリシャ代表チームが棄権したため、スウェーデン代表チーム及び開催国イギリス代表の、うちロンドン市警察代表チームとロンドン警視庁代表チームは予選を不戦勝で勝ち進むこととなった。予選で唯一試合が行われたアメリカ代表チームとリバプール市警察代表チームの試合でトラブルが発生した。アメリカチームは普通の運動靴で試合に臨んでいたが、 リバプール市警察代表チームは職務用の底に病を打ち付けた靴を履いていたため勝敗の行方は試合前から明らかだったこの不公平に対してアメリカ代表チームは当然抗議したが開催国のイギリス人で構成している審判団はそれを認めず試合はリバプール市警察代表チームが2対0で落勝した準決勝はリバプール市警察代表チーム対スウェーデン 代表チームとロンドン市警察代表チーム大使と警察代表チームの組み合わせで行われた。それぞれリバプール市警察代表チームとロンドン市警察代表チームが2対0で圧勝した。決勝ではロンドン市警察代表チームが2対0でリバプール市警察代表チームを破って金メダルの栄誉に輝いた。なお、スウェーデン代表チームは三位決定戦を棄権したため、 首都警察代表チームが同メダルを獲得し、すべてのメダルをイギリスの各警察代表チームが独占する結果となった。タックオブ、ボーアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズタックオブ、ウォーラウンドン2 0 1 1年2月5日閲覧。タックオブ、ボーアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズタックオブ、ウォーセミファイナルズ2011年2月5日閲覧。 A.B. タッグオブ、ボーアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズタッグオブ、ウォーフィナールラウンド2011年2月5日閲覧。ありがとうございます。